J3 になって12回目の秋田盛岡の北東北ダービー。今日は盛岡はセカンドユニフォームの黒を着てのゲームでした。前半の10分でした。うまく抜け出した宮市のシュートでしたが、ちょっと力みがあったでしょうか。アウトがかかって枠の外。ただ前半よく攻めていた盛岡は18分、先制ゴールはこの場面、小谷のこのミドルシュート、うまくアウトにかけて落としてサイドネットに突き刺さる先制ゴールでした。1点のビハインドになった秋田は終了間際の前半45分、こぼれたところに最後は山田樹、大きく枠を外れて前半は盛岡が1対0とリードして折り返しました。後半風上に立った秋田は8分でした。右からの藤山のクロスに最後は富山、秋田に来て2試合目、秋田初ゴールが同点弾となりました。結果にこだわりたいと話していた富山が秋田での2試合目ゴールという結果結びつけています。一方で追いつかれた盛岡は後半の12分、藤沼のこの突破に山田のシュート、最後は宮市に当たって結果外れるという、まあ盛岡にとっては非常に惜しい場面でした。秋田は後半の26分、藤田のこの反転シュート、小泉もファインセーブでした。ただ終了間際、これがこの藤田の反転のシュートの場面です。秋田は後半の39分、途中出場中村久富とつないで青島、交代枠3、使い切った間瀬監督の采配ズバリ、秋田今シーズン初の逆転勝利で見事3連勝達成です。毎試合ニューヒーロー誕生のブラウブリッツ秋田、強さをまた取り戻しています。